はい、どうも皆さんこんにちは。釣りなじみチャンネルの小川です。今日はね、本物のサトルがいます。で、はい、視聴者のサトルです。はい、ということでね、しばしでやっていこうと思います。トップウォーターからやっていこうと思います。ポポペンですね。まあ、揚げ塩、ちょっと風強いですけど、揚げ塩で魚が入ってくればいいかなぐらいな感じで考えてはいるんですけど、ちょっと濁りが結構ありますね。チャンスかもしれないですね。最初はシーバス狙いでフラットとかね、もう狙いつついろいろやっていければいいかなとは思ってるんですけど、まあ、風がある日ってあんまトップって出ないことの方が多いんですけど、こういう水面の日とか濁りごちゃごちゃって濁ってる日とかって意外とね出るんですよね。面白いルアーも買ってきたんで使っていきましょうか。名前忘れちゃったけど、ダイワのソリッドバイブ、サルソリですね。ダイソリ、サルソリではないですけど、ソリッドバイブですね。シーバスハンターバイブ Z。 サルソリ70よりかはボディがこうでかいっていうのかな、扁平な感じでボテっとしてるので、またちょっと違う動きするのかなとは思ってるんだけど、あ、立ち上がりもいいし結構使いやすいかもしれないですね。意外といいかも。カニが釣れました。やばい、怖い。ちょっと怖いからサトルに取ってもらおう。いや、違います。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 これですか？ワンヘッドです。メジャークラフトから出てるあれですね。あ、あのカニうぜえ。俺のワンヘッドのテールを食いちぎっていきやがった。ほら、これあれ VJ と同じ動きができて、なおかつジョルティと同じ動きもできる、そう、スーパーハイブリッドジグヘッド。じゃあちょっと釣れるアクションのバイブレーションだったらこう使えって感じのやつですけど、投げます、着底させます、グーッと引いてきて、ブルブルブルって感じるぐらいの速度で引いていきます。こんぐらいですね、今だったら。で、この動きです。で、ちょっと棚ボケしたらもう一回一回そこつけて、またこの速度で巻いてきて、ブル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 、これ14っす。16だった、16でした。サルソルでも同じことできます、 70ES で。で、ミノを流すんであれば角度こんぐらいっす。あの、もう勝手にこう出てるんで、もう勝手にもうゆっくり巻いてくれば大丈夫です。それでは勝手に真ん中ら辺で下から入っていきます。以上、補修でした。ワンタンメンです。
1,2,3 です。ほらこんだけ糸をかけてるでしょ。したらそのミノーの場合はそのまま糸をかけをぐるーって回収してくれば、特にそんなに大きいアクションもいらないんで、こんな感じで大丈夫なんで、どうぞですね。テイクバック取るときにこうやるんじゃなくて、こうやって引く、肘を引くようにテイクバックして投げると綺麗にこの角度が綺麗に出るんで、でこういう風にやると腕が後ろ行っちゃうじゃないですか。こうやって引く、弓を引くようなイメージでこう引いてあげるとテイクバックの時に竿が残るんですよ。で前に行く時にしっかり伝わるんですけど、腕ごと行っちゃうとこの振り幅がでかくなっちゃうんで、弓を引くように弓を引くように1,2,3ですね。そう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 、今のいい、バックラなんて問題じゃない。回収した方がいいかも。バックラの早い直し方は上にしてみてください。こう来るじゃないですか。この塊をまず見つけるんですよ。そしたら上に引いてみて、引っかかるとこで一回ここで見つけて上にほぐすんですよ全部で。そうするとカツンって抜ける場所があるんで、抜けた瞬間にもうこれで完了です。それはめっちゃ早くバックラを直せると、こう引っかかってるところを上に上にほぐしてあげる。こっちでいいですか。そうそうです。で、そうですね。さっきやってたのが、多分こんぐらいだと、こう振った時に穂先が曲がるじゃないですか。この角度にまずしてあげて、耳の横で振ってあげるようなイメージで、でこうやって引いてあげればいいんで、1,2,3素直に糸が出ていけばガシャガシャってなんないんで、で力も必要ないんで、そうそうそう、それの力を入力をだんだんこう体の回転だけで強くしてあげると、こう同じ力でどんどん飛ぶようになるんで。言った通りに来た来た来た。クロダイだ、噂をすれば。やべやべえとこに乗っちゃった。ほっ、おれイエス、キビレでございます。でかいですねこれ、ランカーキビレだ。よいしょ。まあ今ねちょっと釣り方をね説明してたとこだったんですけど、そしたら本当に来ちゃったっていう。はい、40ありそうだな。よし、おお、全然臭くない。いや僕のチヌにしちゃ臭くない。嗅いでみる、マジで。あ、鼻パクとかしないから。フリじゃない。ちょっと竿持ってきますか。本当に鼻パクとかしないから。パクって。あ、確かに。そう、本当にキビレなのに臭くないです。本当ですね。パクって。いいね。でも、あれっすよ。シーバス釣りに来てんから芸能っすよ。いや、俺今日キビレ釣りに来たよ。あ、本当？うん。そう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 。よいしょ、ということで返していきます。ここは大丈夫だね。ふい、ふ、いくぞ。ふい、バイバーイ。手振ってる、ナイス。
お前そんなとこいたらサトルに引っ掛けられちゃうぞ。ちなみにね、釣れたルアーはリアルスティール 18g ですね。いやいや